千箱天狗山は、北海道小樽市三原市町に位置する、標高536.7メートルの山である。正式名称は、天狗山だが、定山系天狗岳、小樽中心部の天狗山、朝佐、里天狗岳となど区別するために千箱天狗山と呼ばれ、山頂標識もこちらになっている。略して、千高市と呼ばれることもある。 三島三角点の基準点名は、天狗山。国道5号を進み銭箱市街に入る。小樽商工信用組合の横道を曲がり、札幌緑花海の看板の曲がり道なりに進み、突き当たりまで車を走らすと、千高市の登山道の看板がある。ここから登山がスタートする。登山口からしばらく行くと、銭天山層があり、 そこを横目にさらに進むと、沢の地形となり、傾斜が厳しくなり、尾根に出る。尾根からは、ゴルフ場が見える。尾根の比較的急な登りを進み、肩と呼ばれる岸壁の基部までたどり着く。ここから頂上へは、回り込んで登ることができる。初心者でも1時間半程度で登れる、手軽な山であるが、頂上は想像以上に切り立っており、 眼下には今描く石狩湾が一望できる。過去の文献でこの山に言及しているのは、安政四年、玉虫左太夫による入北期で、銭箱漁花連県に診療あり。ただし天狗山丸山南霊も、もみかえで王し、とある。同時期に描かれた、目形縦脇の西木絵にも天狗山の文字が確認できる。入植当初から和人によってこの名で呼ばれていたことが、伺える。 また、安政三年、松浦竹四郎による、竹四郎巡る裏日記のスケッチには、天狗山の位置に、わさりかふららちと、名前が振られている。これが、千箱天狗山の愛のご名称だった可能性がある。明治四十二年に、天狗山一帯を、北海道造林号司会者が買い取り、植林事業を、開始した。その後、事業は、王子木材緑化に引き継がれ、現在に至っている。 昭和初頭から山スキーできる山として親しまれており、昭和50年には山麓の高の巣台に地産ゴルフ場が開かれ、また山頂までの登山ルートも整備されており、レジャーのために訪れる人の多い山となっている。ありがとうございます。